こんにちは。私たちはここ大阪教育大学のよさこいソーラーサークル、リンドと言います。今年は7月のセーリング神戸というお祭りから、もうすぐ開催される11月11日と12日の京都で開催される龍馬よさこいというお祭りまでの間にあるたくさんのお祭りに参加してよさこいを踊っています。それだけではなくて、地域の小学校の子どもたちと一緒にソーランを踊ったり、地域のイベントに参加したりしています。今日は4曲の演舞を披露させていただきます。1回生、2回生、3回生の3代で見てくださっているお客様に楽しんでもらえるよう精一杯演舞いたします。1曲目は南中ソーランです。会場に来ていただいている方でソーランやったことあるよって方は意外と多いのではないでしょうか。ソーランといえば北海道が発祥ですが、全国津々浦々の小学校で運動会の演目として使われています。私は福岡県出身なのですが、私も小学校の頃にソーランを運動会の演目として行いました。そんなソーラン節を私たちよさこいソーランサークル、リンドとして本気で踊ります。また、ステージの上では1回生の、今年リンドに加入した1回生の子が旗を振ってくれます。かっこいい旗のパフォーマンスにもぜひご注目ください。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。南中ソーラン構え。Oh!
さんでした。旗どうでした？めっちゃかっこよかったですよね。ソーランもみんな上手でした。ありがとうございました。続いては総取りと呼ばれる曲を2曲